父ちゃんどうしたの？小鳥、父ちゃんまたやっちゃったよ。何よ？車見て。ちょい。なんだこれ？なんでこうなってるの？父ちゃんまたバックしてたらよそ見して電柱にぶつけちゃいました。え、じゃあここはここ窓。実は窓。粉々に割れてます。なので落っこちてこないようでガムテープで補強してます。うわやばい。えらいこっちゃ小鳥、えらいこっちゃ、どうしよう。こことこことここぶつけ、はい、ここに電柱ドーンってぶつけちゃいました。あガラスがバリーンって割れちゃったんです。どうしよう。修理代はどのくらいかかっちゃうの？修理が気を失いそうになりましたね。一体どうなることやら。チェケだ。人のなんか骨折的な感じ。そうだね、大怪我だね。車で言ったら父ちゃんはね、よそ見をしてしまいました。どうしよう小鳥、どうしたらいいんだ。さあ今ね、どこに向かってるかというと、このぶつけてしまったバックドアね、修理してもらうために僕のすごいね、信頼しているカスタムカーショップがあるので、そこのボスにね、相談をしに向かっております。実際、このダメージの具合を見てもらって、まあ、どういう修理の仕方がベストかっていうあたりの判断とかね、そのあたりを今から相談させてもらおうと思います。行ってみましょう。さあ、到着しました、ここ。ジェットストロークです。ね。このボスに相談してみようと思います。さあ今日相談しに来たのはジェットストロークのボス。こんにちは。佐々木さんのところに来ました。イエイイエイイエイ。早速ね、無茶な相談のあたりから乗ってもらおうかなと。残念です。本当はさ、この外出規制の期間に少しずつカスタムしていこうと思ったね、うんうんうん、あのバンライフ仕様に、はい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 、っていう構想を練ってる矢先にドカーンってね、やっちまった。やっちまったんですよ、佐々木さん。はい。なので、まずはそこを直すところから相談させていただきたいなと。うん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 、僕、もうね、ここしかないので、頼みの綱が。頑張ります。ぶつけた5分後に電話したからね。なんか弱心2回ぐらいあって、どうしたどうしたのって。もうとにかく。佐々木さんしかいない。ヒグさんどうした。そんなわけでね、今日はちょっとジェットストロークさんに、はい、実車を見てもらって、はい、いろんな修理の方法とかね、そうですね、相談させていただけたらと思います。わかりました、はいはい、よろしくお願いしま す。正直新品で直した方がリスクもないし、うん、っていうのはあるんです、うん、ただ本当1万円でも5000円でも安くっていうんだったら、うん、バンクうちの職人が、うん、だったら叩いて直せるよみたいな、うん、話をしたんで。なるほど。それが1万円とか2万円しか差がないんだったらば、うん、新しくしていただきたいという気持ちです。これが5万円以上かなり削減できるよっていうことになるんであれば、うん、板金で叩いて直してもらって、うん、そこのちょっと浮いた部分で、うん、また別のなんか相談ができないかななんてことも考えてきて。なるほど、はい、しかも叩いて直すと、うん、見た目はすごく綺麗になっちゃうんですけど、やっぱり一回歪んだ鉄板をまっさらに戻すってことは、うん、多少やっぱりね、鉄板も変化していく中では少しね、やっぱり歪んだりとか、うんうん、後々っていうのがちょっとあるんですよ、はい、できればその新品の方がおすすめは、おすすめっていうぐらいの今回の事故の、はい、まあ、ぶつかり具合かな、うんうんうん、とは思います、うん、正直です、うん、余談なんだけど、はい、俺、去年湯沢に出発する前の日に、うんうん、後ろのカメラをつけた。はいはいはい、でバックミラー型の液晶をカメラにして、はいはいはい、でもう隙はない状態で作ったんだよ、はいはい、使
つけた翌日に一発ぶつけてんの。なるほど、そうなんだっていうね、そのバックカメラをつけたことでどんどん後ろをぶつけ始めるっていうまさかの事態になっていて、バックカメラを俺は進めない委員会をつけようと気が緩む気が緩むあいつが守ってくれるわけじゃない、まあ、このダブルパンチを食らった、もうすでに食らってるので、そもそもバンキーってちょっとナンセンスかなっていうのは自分の中でも感じながら、確かにね、まあ一回ちょっと実写を見てもらって OKOK、okay, okay. はい、じゃあ早速今、はい、お願いいたします。早速見ていただいてます、よろしくお願いします。どんな感じですかね、見た目からすると。はい、松戸の電柱って強いね松戸関係ないやっぱもう基本的には交換、ここまで来たら、うん、うん、大抵できないこともないし、まあうちの職人さんできるんだけど、はいはい、歪みも残るし、うん、正直まあガラスも交換しなきゃいけないから差額がそんな生まれづらいんで、はい、バックとか、うん、のがおすすめ。技術的にはできなくもないけどって、うん、でも結構ギリギリな線だよね。あ、そうなんですね。そうですね。ここまでやったことがないぐらいの。もうこういうエッジ結構立っちゃってるのが、はいはい、もう結構きつい、うんうんうん。なるほどね。まあない。ない。ない。実は物が出てない。出てない。もう探す前から分かったことだけど、うん、ハイエースのバックはない。ない。あっても高い、うん、じゃあハイエースユーザーの人は気をつけないと。そう、中古でバックドアなんてそもそも流通してないと。うーん、早物勝ちでもう買われちゃったりとか。なるほどね。やっぱあれだね、バックは強めはまずいってことね。バック強めはまずい強めは正直夜だけ、夜だけカメラは当てにしない。絶対あのバックカメラはもう当てにしないね。目視、目視一番。ちなみにエピソードとしては、子供たちにお弁当を買いに行った帰りの時が美味しいあったかい弁当を食べさせたから。ちなみに、こっちってこのままでも大丈夫なんですか？少し盛り上がっちゃったりしたんですけど。ボンって入って、上がもう全然入っちゃってるね。え、本当？それは走行上問題があるぐらいってことですか？多分新品ドアにしてもつかない。本当？よいしょ。まあまあ、ちょっと骨格に近いものが、はい、へこんじゃった。へこんで、へこんでっていうか、ちょっと反ってる。こっち。それも今回要修理。ここも上向いてるもんね。向かい目とね。さあ、佐々木ボス。はい、拝見しました、はい、見ていただきまして、まあ、ショッキングな新しい事実をたくさん知りまして、そうですね、うん、ちょっと今バックドアだけじゃなかった、うん、なんでだろう、ドキドキするんだけど、すごくいろいろ課題が増えたということで、一回今日ね、入院させてもらって、はい、あの検査をしていただいて、はい、まあ、実際どこまで注意するべきかっていうところを、ね、判断いただくということになりましたので、一、はい、回僕のハイエース君はここにお泊まり、はい、お預かりしますさせていただいて、この後ね、どういう風にしていくかっていうのも動画の方で、ご紹介していこうと思いますので、はい、ぜひハイエースユーザーはね、絶対にバックをぶつけんな、ね、はい、バックをぶつけんな、バックをぶつけんな。でもディーラーさんが悪いわけじゃないけど、ディーラーさんに持っていくとそれなりの見積もりになっちゃうんで、うん、我々のような民間にね、はい、直接頼んでもらえれば、うん、比較的見積もりも頑張れるし、池、うんうん、さんのように限られたご社の中で、はい、いろんな見積もりの方法が提案できるんで、はい、その中でお選びいただける見積もりをね、作らせてもらえればお客さん選択肢増えるじゃないですか、はい、それが僕らやり方なんで、はい、ディーラー見積もりもできるし、中古パーツ見積もりもできるし、うん、ね、違った予算内見積もりもできるし、はい、いろんなパターンをまた週明けにご提案したいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、お願いします。お弁当買いに行っただけなんですよというわけで、じゃあ今日はね、お泊まり検査にうちのハイエース入りますんで、はい、また結果をお伝えしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。